はい、本日はですね、こちらパタゴニアのバギーズナチュラルをご紹介していきたいなと思います。バギーズショーツといえば皆さんお聞きしたことあると思うんですよね。っていうのも何かっていうと、こういったね、感じの、ショーツになってて、動画でもね、紹介はしたことあると思うんですけど、これが短い方、そして長い方もあったりとかしてて、それは分かったけども、今回は何を紹介すんの？そう、バギーズナチュラルといってですね、実はこれいろいろ調べていったらですね、バギーズライトもあるし、バギーズナチュラルもありますよね。バギーズショーツもあるし、バギーズロングもあるし、バギーズのジャケットもあったりするんですよね。これもうバギーズ祭りになってるんですよ。だからもうわけわからへんなと思って、何がどんになってんねんとね、思うと思うんですけども、これようよう考えたらね、ノースフェイスでいうところのマウンテンジャケット系やなと思ってね。ノースフェイスもね、マウンテンなんとかってめちゃくちゃ多いんですよ。マウンテンダウン、マウンテンジャケット、マウンテンソフトシェルフーディー、マウンテンなんとか、マウンテンライトジャケットとか、マウンテンレインテックスとかってめちゃくちゃマウンテン多いんですけど、まあ、それにね、対抗したんかどうか知らんけども、バギーズショーツとかバギーズライト、バギーズなんとかってパタゴニアの感謝をバギーズってつくんですよ。このバギーズの意味は僕は全く知らへんし、調べてもないんですけども、今回はね、よりその街着に特化した、パンツっていうのがこれらしいんですね。バギーズナチュラルっていうんですけど、まあ、こちらを購入したので、こちらご紹介していこうということで、まあ、本日の流れとしては、まあ、パッとね、これ履いた時の印象とか、まあ、全体見てもらって、ほんでその次には特徴ですよね。これこういったパンツなんで、こういった特徴ありますよねなんては言うんですけども、まあ、特にね、この僕素材に手出さへんかった理由っていうのがもう明確にあるんですよ。これはもう僕痛い思い数年前というか10年ぐらい前にしてるんですよね。だから結構この素材苦手やったりはするんですけども、まあそういったね、デメリットをまあお話しさせていただいて、次にはおすすめしたとは言いながら、こういう感じやから、まあこういった時に履くっていう風にすれば全然いいと思うんですみたいな話をして終わりたいなと、まあサイズもね、言って終わりたいなという風に思いますので、まずはね、パッと外観見てもらいましょうか。はい、とまあね、これ見てもらったら分かるんですけど、まあ外観言うたって特に違いないんですよ。まあバギーズショーツがね、手元にあるので、まあパッて置いてみましょうか。まあこう見るとね、やっぱバギーズショーツは一段階こう短い感じはしますし、まあ、バギーズロングぐらいの長さなんかな、これは。あ、そうですね、バギーズロングより気持ちちょっと長いかなぐらいですね。でウエストもゴムになってるから履いてて楽ちんやろうし、まあ、ここに紐があると、まあ、バギーズショーツロングに関してはこれ中に紐があるから、まあ、そう考えたら外にあるからね、ちょっと部屋着っぽい感じはしますけども、まあ、そんなことになってって、ここにロゴがありますよねなんていう話をした後に、次は裏を見ていくんですね。で裏側はここにね、後ろ、右後ろのところに、ポケットがあります。これはまあボタン付きのね、ポケットがあるんですけど、それ以外って特になんてことないんですよ。これまあバギーズロングもね、同じようにポケットがあって、これはボタンになってますけど、こっちに関してはこう、なんていうか、引っ掛けるボタンというか、こうくってね、止めボタンというか、なんというかわからませんけども、そういうボタンになってますわ。前はポケットあったんかな？あ、前もポケットありますね、一応。同じような素材になってて、この素材がめちゃくちゃ特徴的なんですよね。このバギーズナチュラルで何って言われたら、もうとにかくこの素材なんですよ。だからこの素材感を見といてもらったらね、いいかなと思うんですけど、まあ他のバギーズショーツどんな感じって言ったら、まあ、こんな感じのね、ナイロンっていうか、ナイロンではポリやわ、これは。ポリエステルやからね、こうなんですかね、人工の繊維っていう感じがするんですけども、こっちの方はね、人工の繊維じゃなくて、天然の繊維なんでね、やっぱこの熱布っていう、ポコっていうのが、これ熱布っていうんですけど、熱布があったりするっていう、このなんかランダム感がいかにも、天然繊維やなと思うんですけど、まあこんなところが、外観ですね。はい、ではね、もうサクッと特徴とか言っていきたいなと思うんですけど、まあ、このバギーズナチュラルの一番の特徴って何って言ったら、結構リラックスして履くみたいな感じになってるから、素材にね、ヘンプっていう素材が使われてるんですよ。で、これヘンプって何って言ったら、麻系の素材なんですよね。で、麻系の素材というと結構通気性が良かったりしてて、履いてて涼しいからね、特にまあ夏場の暑い時期なんかってやっぱりこう蒸れるじゃないですか、特に股のとこでね。だからこう蒸れるの嫌やなとかって思ってはる方なんかはね、こういうの履くと一気に涼しいんですよね。で、麻というとやっぱ日本のね、文化にめちゃくちゃ根強いんですよ。まあ神社とかでもね、麻のこうしめ縄とか使われたりするし、なんか麻ってこう神様みたいなイメージが日本ではあるんですけど、まあそういったのを使ってると。だからまあとにかく涼しいっていうところがね、まあ一番の特徴かなと思います。まあ、ほんでもって、まあ、ちょっと色味はね、おじいさんみたいな色してますけど、まあ、おじいさんみたいな感じでもリラックスするときはええんちゃいますかなんて思ってるんですが、そんな感じが涼しいですね。ほんでその次に、まあ、特徴としてはこうめちゃくちゃリラックスするように作られてるんですよ。生地の薄さとか、まあ、さっきも言ったみたいにゴムがこれ全部ついてるから楽ちんですねとかっていうところとか、あとはサイズ感もね、ちょっとゆったりしてるサイズ感ですよね。ちょっと一回履いてみましょうか。百聞は一見にしかずって言ってね、実際見てみやな分からんで言ってますので、履いてみますわ。あ、なるほどなるほど。うわ、めちゃくちゃこれ
これ涼しい感じやな、思ってるほどそんな丈も長くないし、結構長いんかなと思ったんですよね。膝ぐらいまで行くんかなと思ったけど、まあそんな長ないんかな。でまあ涼しさもあるし、まあまあええ感じちゃいます。前から見てもらったこんな感じで、まあ回っていくとこんな感じですわ。まあ色味がねちょっと独特な色、この朝特有のこうムラ感のある色やから、例えば上とかに白 T 持ってきたりしたら一気に部屋着というかおっさん臭い感じになると思うんですけど、まあこういう時はねはっきりした色味上持ってきてあげて、ネイビーとかまあ黒とか、まあ、はっきりした色味をガッて持っていってあげればまあなんとでもなるとは思うんですけど、そんな感じですね。思ってるより結構涼しいですねやっぱ。まあそしたらねついでにね、あの生地の厚さもちょっと見ていきましょう。これ一回ゼロにして、これ生地の厚さを測るんですけども、これゼロですね、ゼロにしといて、でここから厚さ測っていきます。まずこの辺のところパチッとやったら 0.329 かですね、 0.3mm の厚さで、次バギーズロングが 0.283、 こっちの方が薄いやないかい。やけどやっぱライナーがついてる分やっぱこの辺がゴワゴワしてるんよね。やっぱこれここはね、あのウエスト周りというか、このちゃんとゴムは避けてるんですけど、このなんていうんですか、股周りのところやっぱ分厚いですね。 0.7 ぐらいあるからちょっとやっぱここ厚い。あれでもこっちの方が分厚いな。でもバギーズナチュラルの方が生地は分厚いんですけど、全く体感はちゃいますね。体感は全く逆で、こっちの方が圧倒的に涼しいですね。まあそれぐらい素材が違うだけでね、生地の厚さはこっちの方が分厚いんやけども、この麻を使うことで涼しさがもういかにもこう透けそうな感じですよ、手とかが、ということになってるみたいですわ。はい、ということでね、まあ見てもらった通り、まあこれからの真夏とかの暑い時期とかやったらめっちゃちょうどええんちゃいますかっていうことで、ああほないいじゃないので、特にこれ結構今残ってたりしてて、販売されたのはまあまあ前なんですけど、春ぐらいかな、やけど残ってるからセールとかにもかかってるんですよね、そのセレクトショップとかによったら。まあそういうところで買えばちょっと安く買えるとは思うんですけど、ただあの僕がちょっと苦手な部分があって、まあ何なんかというとですね、このショーツのもう最大のデメリットは何なんかっていうと、もう一つなんですよ、麻であることっていうことで、さっき言った素材がね、麻っていう素材使ってて涼しくてええやないのっていう感じだと思うんですけど、涼しくてええやないの言うたらその逆もやっぱあるんですよね、その代償があるってことで。何が代償になってくるんかというと、まず一つ目っていうのがやっぱシワになりやすいんですよ。これ発送されて届いた状態なんですけども、ケツのところとかがね結構シワしっかり残ってるじゃないですか。ただ畳んでるだけでもこんだけシワつくからね、今度洗濯とかした後に乾かせでしょ、シワだらけになるんですよね、このヘンプの生地って。そやからあんまり外に出かける時にこうシワシワのね親父が出てきたらね、ちょっと清潔感ないじゃないですか。だからそういうところで僕ちょっと取り扱い難しいなと思って、このヘンプとかあとはリネンとかね、その麻系統ってちょっと敬遠してるところではあるんですけど、まあそのまずシワが一つつきやすい。だからまあまたパンツやから何度でもなるっていう人もいてるかもしれないですけど、シャツとかでねヘンプとかリネン使っちゃうとね、めちゃくちゃシワなるから、夏場とかにその長袖シャツ着るのいいよ、ヘンプとかリネンは涼しいよっていうことはもちろんごもっともなんですけど、ただめちゃくちゃ形がぐちゃぐちゃになるっていうので、まあ、それがあんま好きじゃないっていうところと、あともう一つリネンであるところ、あヘンプであるところのデメリットとしてはやっぱり縮むんですよね。だから洗濯機とかでこう回しちゃったりとかしたら結構やっぱワンサイズぐらいグッと縮んでくるし、まあコットンとかもね縮むとは言うんですけど、もうリネンとかの圧倒的に 10% ぐらい縮んだりするんですよ。普通のコットンとかやったら大体 2% とか 3% ぐらいしか縮まないんですよ。それでもデニムとか縮むって言われるのに、この 10% も縮んだらめちゃくちゃ変わるんですよね。だから洗濯機で洗うのとかもまあどうかなみたいなことで、もう一番あかんのはドラム式洗濯機で乾燥機なんかしたらもうなんか子供用ぐらいになるんじゃかってくれて、キュンって縮むんですよ。まあそんな子供用までは縮まへんけども、まあ、結構ねグッと縮んだりするんで、その取り扱いがまあちょっとめんどくさいかなというところで、僕は結構敬遠はしてるんですが、まあそういうのがねあのちゃんと取り扱いできるよっていう方からすれば、まあ涼しいしね、これからの時期持ってこいかなとは思うんですけど、まあそれが最大のデメリットかなと思います。だから僕はねワンサイズ上にしてるんですよ。普段パタゴニアって S サイズが今は適正なんですよね。まあ来年とかやったら M サイズぐらいが適正になるかもしれないです。あの太っていてね、どんどん去年は XS で良かったけど、あれ今年 XS きついな、 S にしようか、で来年だったらあれ S きついから M にしようかと言って、どんどんお腹周りが膨らんでくると思うんですけど、今はね S でちょうどいいんですけど、これはちょっとワンサイズ上げました、縮むこと考慮して。だからまあ僕みたいにもう縮む想定をした上で1個上を買っとくっていうのもありかなと思うし、まあ適正サイズ買っといてちゃんと取り扱いしていくっていうのもやり方やと思うんですけど、まあそういうのがねサイズの選び方かなと思います。でね、次じゃあおすすめの人、どんな人おすすめになってくるのかっていうと、やっぱりこれねめちゃくちゃリラックス感あるんですよ。さっきも生地測ったらそんな薄くなかったんですけど、めちゃくちゃ履き心地いいし、僕が持ってるショーツってバギーズショーツもあればノースフェイスのバーサタイルショーツってあったりするんですけど、これ見た目はね置いといて、見た目一回置いといて、ちょっとおじいさん臭いとかあると思うんですけど、これパッて見たらね、いかにも日本昔話に出てくるおじいさんが履いてそうな色味じゃないですか。だからその見た目とかは一回ちょっと置いといたとしたら、快適さ、履いてる本人の快適さで言ったら多分これが一番いいんですよね。だから履き心地を求めるんやったら、まあこれとかをね部屋着とかにしちゃって、もう
シワとかできてもええし縮んでも別にええけど、まあ、家でゴロゴロした時とかにやっぱりポリエステルとかねナイロンのやつ伸びないじゃないですか。ほんでそれもって涼しいわけでもないからね、やっぱこういうのは家の中とかやったらいいんかなというふうに思いますので、部屋着とか、まあ、リラックスする時に履きたいとかっていうのであればそういう方には向いてるとは思います。はい、ということでね、最後はサイズ見てもらおうかなと思うんですけど、サイズ感的にはパッと 見た感じは結構大きく感じるんですけど、履いてみると、まあ、そんなに極端に大きい感じではないです。だからワンサイズ上をあえて買っといて洗濯でギュッて縮ませるという方法もできんことはないと思います。それは綺麗に見せたんやったらね、適正サイズ買っといた方が多分足は綺麗に見えるとは思うんですけど、綺麗というかスタイリッシュというかこうシルエットはかっこよくなるかなと思うんですけど、まああくまでね、僕はもう多分これ部屋着として履くのがメインになってくると思うので、まあ、そういう方やったらワンサイズ大きく買っちゃって、ほんでまあ縮ませながら、ほんでシワシワにさせながら履いていくっていうやり方もまあなきにしもあらずかなという感じで思いますね。なので逆に言ったらね、ちっちゃい自分よりワンサイズ下げたりとかしても買わん方がいいと思います。下にしちゃうとさらにそこからグッと縮んでくるので、まあ、適正サイズもしくはもう一個上でも全然問題ない。なんでかって言ったら縮むから、まあ、そういうとこ考慮してやるのもありかなと思います。ということで本日はですね、パタゴニアのバギーズナチュラルを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。